今度はテキストの2番のところですね。ウコン人、肉体という意味です。末梢神経から背骨中枢神経集中へと、まあ、ここからが具体的な修行の始まりですね。で、僕たちのほとんどがですね、ハタヨーガのアーサナから始めてきてますので、それを利用してクリアを深めていこうということです。左のページご覧ください。意識を体に巡らしの体、それを扱うのが主に、まあ、ハタヨーガのアーサナの部門ですね。で、そのアーサナもね、2番の図に書いてありますようにね、一番上の図の下に書いてありますように、アーサナをしながら末梢神経、まあその右の図をご覧ください。背中書いてありますが、背面から書いてありますが、中枢神経と末梢神経が、まあ、書いてありますね。その末梢神経から脊髄と脳がありますが、まず脊髄の方です。脊髄という中枢神経へ集中していくというふうに、気をつけながらアーサナをしないと、アーサナ20年やろうと30年やろうと何にもならないわけですね。まあ何かにはなるんでしょうが、あまりヨーガは深まらないと思いますね。ですから、どんなアーサナをしながらでもね、末梢神経から脊髄という中枢神経へ意識を集中していく、そのような方向性で集中していくことを実践していかないといけないわけです。そうやったなら、ハタヨーガのアーサナも、まあ、価値あると思いますよ。その後、ラージャヨーガ、あるいはクリアヨーガのダーラナ、ね、瞑想につながっていきますんでね。で、その背骨というよりもね、背骨の中の脊髄を流れている神経エネルギーの流れと意識を向けていくわけですね。そこまでいくとハタヨーガになっていきますね。背骨の格好がこうでしてねとか、そういうことじゃありませんよ。何度も言いますが、この図を借用させてもらったのは、ザ・シバーナンダ・コンパニオン・トゥ・ヨーガというこういう本ですけれどもね、これにもね、大変いい図が書いてあるんです。アーサナをしたときに、まあ、筋肉とか背骨が、まあ、例えば筋肉の図解が出ててね、で、こういう前曲げのアーサナをやったときには、まあ、背面ですね、背面をこう伸展させる、この辺までは日本の先生たちもよく言うわけなんですね。あるいは反り上がったときには体の前面を伸ばすとかね。で、その辺からもうちょっと深めた人たちですと、まあ、ヨーガじゃないけども、増永静人先生って、経絡、体操と、イメージ体操とか、経絡体操というものをね、まあ、考案した方ですと、まあ、こういう前曲げの時には、腎膀胱系を進展させるとか、あるいは反り上げの時には、肥系を進展させるとか、経絡の子という人たちがいましたでしょ。で、経絡を流れる気の流れと、プラーナ、正気体レベル図のプラーナっていうのは一緒ですから、そこまでいくと、まあ、ハタヨーガのアーサナにつながっていくわけですね。それから、まあ、こういう筋肉だけじゃなくね、まあ、筋肉の進展も大切なんですが、この骨格ですね、骨格を示して、まあ、アーサナをやった時に皆さんのドクロと背骨はこうなってるんですよっていうような図が出てるでしょ。これは形ですよ。横曲げした時はね、背骨が、まあ、僕が右に曲がったとしたら背骨が当然右にね、こう曲がるわけでしょ。前面から見ても背面から見てもね、まあ、あともろもろのアーサナをした時には背骨はこういう形になってるんですよ。背骨の形に着目させるっていうことでは、サホダ・バンバ両先生がかなりうるさく言ったと思うんです。で、僕が言ってるのはそうじゃないんです。そういう形の背骨を作った時に、神経エネルギーがどう流れて変化して、その時に頭で何を考えたか、それに着目しないとハタヨガにならないっていうことです。ですから背骨の形までではね、ハタヨガとは言えないんです。ハ、タ、インヨ、ヨ、インという異なるエネルギーの流れがどのように相調和して、あるいは反発し合って流れて、その時に自分の感情思考にどのような変化が生じたかに気づく、そこまで行ってハタヨガなんです。ですから格好だけではハタヨガにならないっていうことなんですね。そのためにはね、これからやるアーサナをやった後、背骨という脊髄、中枢神経に意識を集めていって、そ
その後静まった時にどのような感情思考の変化が起きるのかって、それに気づくという行をやらないといけないわけですね。そこに出しておきましたのは、まあオリジナルではこのようになってるわけです。まあここに末梢神経とそれから中枢神経が書いてあって、その背面からね、脊髄ですね、背骨の中にある髄ですから脊髄です。脊髄とその上につながっている脳ですね、脊髄脳、そこでどのように神経エネルギーが活動しているのかって、それに気づくこと、そこからがヨガの始まりですね。ですからそこにどんな時でも注意をね、差し向けることができる人はいつでもヨガやってるわけです。こうやっておしゃべりしている時にも脊髄、そうやって究極的には脳なんですが、脳で僕が何をね、感受したり考えているか、まあ咳をしている、マスクをしている人が多いから、まあね、寒くなったりして風邪ひいてる人多いなとか、頭の中で考えながら僕これ説明してるわけでしょ。そうすると自分の言いたいことが中から出てくるのと、耳というね、感覚器官を通じて捉えた音を僕のやはり第六意識が判断しているのが、こう絡み合ってるわけですよ。いろんなことが起きてるわけなんです。でもその他のことに気づきながら、集中すべきことに僕が意識を集中させることによって、第六意識でね、考えたことを口を通じて表現できるわけです。これ気になるとどうしましたかって、こういうことになるわけですね。そうするとどんどん逸れていくばっかしですね。ですから外から受け入れたものは一応獲得しておいて、自分で表現したいと思ったことを正しく守っていく少年ですね、主少年しながら、このテーマから外れないっていうことを僕がいつでもできるなら、それはダーラナしてるのと一緒です。ダーラナ獲得、ダーラナ獲得してるのと一緒なんです。ですからこうやって静まって、さっきみたいにね、ダーラナ、静かにダーラナ獲得するだけじゃなく、喋りながらでも、あるいは食事をしながらでも、いつでもダーラナ獲得はできるし、またしなきゃいけないことなんですね。そうできたなら、朝から晩までいつでも修行なんですね。特別静かに座らなくてもいつでも修行、ダーラナ獲得なんですね。じゃあそれに入っていきたいと思うんですが、僕たちが使うアーサナは、まあ、ジャーヌシールシアーサナとかパシチモッターナアーサナですね。今回もこの2番のところでは、ジャーヌシールシアーサナから始めて、だんだんマハームドラーに仕上げていきたいと思います。マハームドラーに関してはもうビデオ2本作ってますので、それらについてはビデオで勉強してください。今回はそれとちょっと違ったマハームドラー、ジャーヌシールシアーサナ、ジャーヌシールシアーサナから発展させたマハーマドラ、あんまり複雑なことはやりませんが、前行いました高度なテクニックよりもどっちかっていうと簡単なテクニックを用いて、もっと中枢神経、脊髄という中枢神経に意識を集めていって、最終的にもっと短時間でダーラナ獲得、第六意識におけるダーラナ獲得に入っていくという方法を、休み時間って講義の合間に時間取れる範囲内でやっていきたいと思うんですね。で最後にその脊髄に意識を合わせた時ですね、合わせた後、オウムのテープをそこに案内出しています。オウムのテープですね、The Eternal Om っていうタイトルついてますが、それをかけますから、そうしたならその音をね、ご自分の脊髄に響かせるように聞いていってください。音を聞いて自分の脊髄を意識する、脊髄に集中するという行をやって、アーサナからダーラナ獲得へのまず一歩を始めたいと思います。